えっと、やりましょうか。今日は関係代名詞のフォアットについてっていう。うーんと、1番から、あれちょっと待って。これ2番だよね。これ間違ってる。ちょっと直すわ、後でね。えー、っと、まあ、3、センターの問題ばっかりなんですけどね。とりあえずやってみてよ。えー、っと、1番から3番ね。えー、っと、動画止めてやってみてください。これで、4番から6番までかな。 これもあの動画止めてやってみて、ね、その次、えー、と7番かなあとはね1か,1から7までねはいじゃあ解説していきますねあのね昔教えてた子でもう大学に行ってるんだけども、えー、大学生になってるんだけどもどういうわけかこの問題間違う人がいてねあのん、ー、で間違うのかなって不思議なんだけども あのおそらくんこれを見ている多く,多くの人は間違えないと思うんだけどねたださ、えー、と一番あのいろいろ選択肢4つあるんだけどこの中で絶対選んじゃいけない選択肢ってあるわけね,ねあのこれだったらまあいいか。 あのしょうがないかなっていうのもあるけども絶対選ばない選,選んじゃいけない選択肢ってあるわけよそれがこのフォアットなんでねここへフォアット入れる人いるわけよね。ーん,なんでフォアットはあのダメなのかっていうのを例えば友達とかに説明できるかななんでこのフォアットはダメなのか、ね、あの生病法は あのの怪我っって言って言ね、例えば、あ、ほわットのあとは、なんか言ってたな、ホワットのあ、えー、とは、不完全な文だと。ということは、これ、主語がないから、これ、不完全だな。ということは、ほわットだ。って。ね。ダットの後はあとは、完全な文だから、これは違うな、とかね。なんか。 あの本当に一部だけしか知らないのねそれを全てだと思ってなんか解く人いるんだけどやっぱり生半可な知識っていうのはまずいよね、はい、どうやって解くかっていうともう簡単な話であの「フォアット説」っていうのかな「フォアット」で始まる説っていうのはもう必ず名詞説なのよあと「ハウ」もねわかる ほかの説とかはさ例えばダット説っていうのはこれ名詞になったり形容詞になったり副詞になったりするわけ。ダットと保縁と保縁かなアは、ね、例えば保縁なんてほらあの時や条件を表す副詞説の保縁はこれだけども時や条件をああ時や条件をじゃないあ名詞説の時はね 例えばこっちはウィルカムになるけども未来のことだったらこっちはカムズってなるわけじゃない。非だったらね、手話はね。そういうふうにう不定詞みたいに名詞用法、形容詞用法、副詞用法って3つあるやつもあればそれじゃなくて2つしかないやつもあれば、ねえー、こういうふうに2つこういうふうに2つこういうふうに1つしかないやつもあるわけね。 もうほとんどのねあの接続詞っていうのは従属接続詞っていうのはまあ副施設だけどね,ねだからんこれになるとこれだったらど,どれのどのその名施か形容施設か副施設かっていう区別をしなきゃいけないわけところがフォワットの場合はもうそれはないわけね必ず名施設じゃあさここフォワットってねまあ入れた人いたら これなんでフワットはまずいかなっていうとわ、えー、かるかな、うん、名詞なんだからさ例えば「it と同じよ。ね、the typhoon suddenly became weaker, it って言うかな、ね、言わないよね。あるいは The typhoon suddenly became weaker,、うん、the school って言うかな ね、言わないよね。こんなとこ名詞入んないよね。だってもうこれで SVC ってできてるんだもんね。ねだから、えっ、ー、と、フォアットは×なのよ。ね、えー、まあ、なんだっけ、w h a ット説っていうのは必ず、えー、と名詞説になるって覚えといてもいいよ、ね。ただし、ちょっと例外があって、こういうのもあるけどね、これはもう慣用句だから。ね It got dark and dark and what was worse,、uh, they lost their way、ね。暗くなってきた。そしてさらに悪いことには、えー、道に迷っちゃったと。ね、he won the contest. What is more, he received one hundred thousand あれちょっと間違いだね。これゼロゼロ一つ足りないね。yen as the prize、ね。あとで直しておきますわ。Uh, what with the wind and rain, our walk was spoiled。 これは雨とか風、あ、風とか雨とかでっていうこと雨で、風で、風やら雨やらでっていうことかな。ね、えー、散歩が台無しになっちゃったと。ね。うん。これはね、もちろん福祉施設になってるんだけども、うん、もうこういうのは決まってるからね。慣用句。多くはこの、ホワット・イズ・ヒカ級ってやつでね。ねそれ以外は、 っていううかもう全部でいいんじゃないの全部、what と how で始まる説は名詞になるから。ねうん、とりあえず、あの今日は何で what はだめかっていうことね。ね uh, there are few places downtown for parking is really, problem.、Uh, is really a problem. これもやっぱりここに、ね、it は置けないじゃない。 あるいは that でもいいよ。あるいは適当な名詞でもいいよ。ね、名詞を入れられないんだよね。つまり、何て言えばいいかな。ちょっとちょっと別のとこに書くね。ちょっと待ってね。えっ、ー、とさ、例えばね、福祉っていうのは結構入るじゃない。えー、I live in Japan、ねえー。例えばね、 I live in Japan now とかさ入るじゃない I, だろう I, ?I live here in Japan で福祉だったら入るじゃないとここに名詞を入れるとなると、ね、結構大変でしょってか入んないでしょなかなか。I live it here in it Japan Now it とは言えないでしょなかっていうと名詞っていうのは必ず S か O か C かまあ、あの全知の目的もでもいいけどねになるからあのもうこれは文系として成立してるわけだからね SV だからねで O を取ろ,うと取ろうと思ってもこのねリブは普通 O を取らないわけでね あるいは死も取らないわけでね。主語はもうあるからね。だから、メシっていうのはむやみやたらと入れられないわけよ。ね、じゃあ、これもやっぱり同じですそういう理由でね。ね Last night, Cindy told me about her new job in Tokyo. He,、uh, she appears to be enjoying very much.Enjoy、ね、は多動した。多動したから、名詞がいる。 名詞だから不完全な分、不完全な分だから、フワットだってやる人いるんだけど、やっぱりこれもこそ,そうだよね。よねえー、ここに一途入れられるかどうか考えて。ね、こでついでに言っとくと、あの完全な分、不完全な分っていうのはね、そういう勉強の仕方はやめた方がいいよね。あの間違いのもとです。混乱のもとです、ね。うん。その次。 ここはさ、まあ、カンマがあったからね。なんとなく、それかなって分かったんだろうけども、ここからはカンマないけどもね。The teacher always tries to create a learning environment. All students can express themselves freely.、ね、これもやっぱりここが、うん、メシ入んないでしょ、ねえー。Create a learning environment. これで、 SVO で、ここに SVOO とか SVOC とか入れられないよね。だって Create っていうのはね、SVO でしょ、普通、ね。その次、Is there anything for you, please let me know?、ね、これもやっぱりふわっと入れちゃうと、Is there anything it とは言わないよね。 だいたいこれ is the, they なんだからね、えー、ここが主語になるはずで主語が2つあったらおかしいしねその次 sand is the material、えー、ここもやっぱりここにフォワッと入れちゃうと material it とは言わないってことねこれで7番 remember I've just told you told、うん、これはどう Remember that. Remember it. Remember the date.、ね、こ,れはこれはさ、言えるんじゃないの it ってね,ね。ということは、これがこれってことか。what か、ね。あの、what と that の区別については、ちょっとここのリンク見てください。ね えっと、以上かな。うん、とりあえず、一番ねあの、悪い選択肢を選ぶ人たまにいるから、うん、なんでその、What はまずいかっていうことね。それ理解してもらえればいいんじゃないかな。まあ、あと、自分でやってみて。何、ね、か入れてみて。例えば、ね、The typhoon suddenly became weaker, which was good news to the, for the village.、ね、これは不一致だね。 えー、でこれでやってもらえれば、ね、こういう不一致はね、あのカンマあって不一致の時は、その前の、えー、なんだっけ、先行詞が、を受ける時もあるんだけども、そうじゃなくて、その前の文全体、あるいはその前の文の,の一部を受ける時もあるよね。これは何だろう。good news は何かっていうと、これか。 ウィークになったことだよね。それはいいニュースだったんでね。だから不一致になるんですけども。カンマ不一致とカンマフーっていうのはあるけども、もちろんどっちが難しいかっていうと、不一致方は難しいよね。カンマ不一致方はね。まあその話はまたどっかで。ということで終わります。